はいどうも、大ごです。というわけで今回はですね、あの、意志が弱い人ほど使える自分をコントロールするためのですね、画期的なテクニックをご紹介したいと思います。後悔先回り法と呼ばれているテクニックなんですけれども、もうこれを使うと、普段から後悔が多い人とか、あの、意志の力が自分はないんだよね、と思ってる人ほど、 自分を上手にコントロールしてですね、あの、未来を掴むことができるようになりますよ、という内容になっておりますので、ぜひですね、あの、最後まで、あの、聞いていただければな、というふうに思います。本日のワインは、えー、みんな大好き、ハーラインステート僕の一番好きなですね、カリフォルニアワインを飲みながらやっていきたいと思います。乾杯。こっちはね、あの、作ってる本人のサイン入りのボトルを前に飲ませてもらったんですよね。ちょっとレア、レアボトルで、こっちはまあ、カラビンですけど。はい。えー、乾杯。はい。ちなみに皆さんどうですか意志の強さに自信あります で、当然なんですが、ほとんどの人は意師のつ強さには自信がないというふうに答えるんですね。だからもう人生は後悔ばっかりだし、もういつも自分は目標とかを立てても、あれもできなかったな、これもできなかったなと後悔すると。で、今回はですね、そんな中でも、皆さんがその後悔しやすいというその性格、そしてその経験を生かして、むしろ行動力を高めてしまうという、そんなテクニックをご紹介します。え、こちらはですね、チャールズ・エイブラハムさんと、パスカル・シーランさんが行った調査によって判明したんですが、 ジムにね、あのー、定期的に行く。で、運動するって、まあ、やっぱり人間がやる、あの、挑戦する目標の中でも最も難しい目標の一つが、ダイエットとか、定期的にジムに通うとか、そういったもんなんですね。で、これを対象に行いました。ジムに、その、まあ、を契約してもらって、参加者の人たちにジムに行ってもらうんですよ。ところが、このジムに行く時に当然だけれども、その、ね、あの、誘惑に負けて、ジムに行くのをやめちゃう人とかもいるわけなんですよ。で、今度やめそうになった時に、 これを試してくださいというふうにですね、研究者はお願いしました。どういうふうにしたかっていうと、ジムに行かなかった場合、後でどれくらい後悔するかなってことを考えると。はい。でそうすると、ジムに行ける確率が上がったよってことがこの研究では分かってるんですね。後悔先回り法というふうに言いまして、自分がやろうと思ってるんだけど、ダラダラしてやらないという状況で、普通はね、目の前のことに従事するんですよえー、どうしようかな、やろうかな、でもめんどくさいな、やろうかな、めんどくさいなと思うんですよ。ところが、 さらにですね、もっと先の感情にまで自分の感情を飛ばせばいいんです。つまり、やるのがめんどくさいっていう行動の前を考えるのではなくて、行動しなかったら、どんぐらい自分を後悔するかなって。 いうことを考えるんですよこうやって、時間軸を変えてあげるだけで、圧倒的にジムに行きやすくなるわけなんですね。だからこれは勉強とか仕事でもそうです。手つけるのがめんどくさいなぁ。いや、この案件嫌だなぁ。というふうに思った時も、いやでもやらなかったら、絶対後悔するよなこういうこともあるし、こういうマイナスもあるし、ね、あの、もやもやしながら行日過ごすのも嫌だし、よし、やるかっていうふうになるので、目の前のことを考えるよりかは、目の前のことをやらなかった後悔を考えた方が行動力上がりますよ。という研究でした。ぜひですね、参考にしてみてください。まあ、これ以外にも 人間の行動力を高めるテクニックだったりだとか、あとはね、1回目はね、とか2回目は行動力を高めることができても、やっぱりね、習慣化するのが難しいって方とかもいらっしゃると思うんですよ。で、僕がやってる D ラボの方では、こういった習慣化のですね、あの、テクニックだったりだとか、あとはその自分のね、このモチベーションを上げて、行動力を上げるための方法、こういったですね、自分をコントロールするための様々な心理学を、えー、紹介しています。ぜひ概要欄の方から D ラボ登録してみてください。あの、D ラボはあの、僕が立ち上げた知識のネットフリックスみたいなサービスで、まあ、僕以外のコンテンツま あるんですけれども、まあいろんなね、こう心理学の研究とか科学的な研究をネットフリックスみたいにわーっと動画で紹介して、で見放題になってます。で、自分の人生は変えるでもお手伝いしようというですねサービスになってますので、ぜひですね、カレのほかカレディアも登録してみてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。バイバーイ。ぜひ後悔先回りやってみてください。